こんにちは。今ですね、熊本県庁にお伺いしております。実はですね、今度、7月1日、6月の29日にワンちゃんの一周忌法要、それと道中安全祈願祭中のを取り行います。で、7月の1日に今度も東京の横山さんのところに持っていきます。で、それをですね、マスコミの皆様にプレスリリースですから、この前に熊本市役所にお伺いしました。これ市役所の広報課様で、今度は今県庁の広報課様にお伺いいたしました。今月だったら3回目と、もういやらしいですな、厚かましかですな、どうもすみません、マスコミ皆さん。ですね、ところで、熊本市役所に20社、県庁に26社、記者クラブの各マスコミさんが詰めてらっしゃいます。ですが、こうやって A4 に持っていくとですね、こう全部こう、また必ず渡りますので、ですから、私は必ずやってます。前回実はですね、朝日新聞さんが動いたらやっぱ県庁様からの情報だったって話です。ですから、必ずですね、これはもう皆様にですね、ぜひもうお勧めいたします。それと私必ずですね、こうやって広報課さん、こちら県庁で、こちら市役所の肥後丸くんですね、お礼のハガキも必ず出します。これは必ずやってます。はい。で、ですから、私のようなですね、小さい商売人の皆様方、それと地域活動をしてらっしゃる方ですね、ボランティアとか、まあ、そういうのでやっぱりマスコミさんが来られた方がやっぱ盛り上がるかと思いますので、ぜひこれは皆様やってください。もう旦様ただもう私のが通っただけ、皆様の 100% 通ります。はい。では、この情報がですね、皆様の何かのお役に立てれば幸いでございます。ここまで見ていただいてありがとうございました。